スーパードルフィン写真は、ダンプにトラクタのグリルを装着したものスーパードルフィン、FS 通称8ノスグリル。バンパーは、鬼グリル企用。スーパードルフィン FH 機、グリルスーパードルフィンは、日の自動車により1981年に、KFZM 系の後継者として発売された、大型トラックである。発売当時、この名前は、正式名称ではなく、 正式に呼ばれたのは1983年になってからである。現在、大型車では当たり前となったハイルーフキャビンを誕生させた車種でもある。1992年にはスーパードルフィンプロフィアとして2003年までこの名前が使用され、日のプロフィアに引き継がれる。また、車系を、単車系は、回、セミトラクタ系は S で始まるものにすべて移進した。 この形式は、プロフィアにも受け継がれている。先代の HK トラクタに設定されていた、ハイマウントキャブは存在しないが、単車とセミトラクタでは、グリルデザインが異なる。運転手の間では、トラクタのグリルを単車に移植する改造が流行っている。区分は各エンジンに付けられた記号であり、車種ごとの形式から、搭載エンジンを判別できるものである。例えば、 PSH631A の場合、63は EF750 エンジン搭載車となる。1990年を境に、エンジン記号が2桁の数字から1桁の数字プラス1桁の英字に変わっている。1981から1990年、1990から1992年。例えば、WSH3 札の場合、3回は、 会 20C 搭載車となる。1994年に公開されたスタジオジブリが制作した映画、平成狸合戦ポンポコの一場面で、同型車両が使用されていたことがある。フロントグリルは途中で変更されず、最後まで、ルーバータイプが採用された。日のスーパードルフィーン平成狸合戦ポンポコ。imcdb.org。2021年5月24日。 閲覧、ありがとうございます。